第49回 NHK 紅白歌合戦は1998年12月31日に NHK ホールで行われた通算49回目の NHK 紅白歌合戦である。20時から21時25分及び21時30分23時45分に NHK で生放送された。 第45回から続いていた20時23時45分枠での放送は今回が最後となった。翌年の第50回以降、第40回第44回同様に19時台から放送する体制となった。第1部の平均視聴率は45.4%、第2部の平均視聴率は57.2%で、関東地区では第1部、 第2部いずれも紅白が2部制になってから最高の視聴率を記録した。瞬間最高視聴率はアムロ歌唱最中の23時30分に記録された64.9%である。アムロは平成以後では初となる関東地区において2年連続での歌手別視聴率1位獲得となった。産経スポーツの記事では不況により 屋外でレジャーを楽しむより室内でテレビを視聴する世帯が増えたことが全体的な視聴率上昇の要因であると報じられた。今回を最後に関東地区での平均視聴率55%台帳は達成されていない。二部制移行後の最高視聴率となったものの年間視聴率争いでは60.9%を記録した6月20日放送の 1998FIFA ワールドカップ日本クロアチア60.5%を記録した6月14日放送の 1998FIFA ワールドカップ日本アルゼンチンに及ばず初めて年間視聴率1位の座を譲ることとなった。以後も年によっては別番組にその座を奪われることもある。今回は初出場が6組と少なく演歌歌手を中心に帰り咲きが多かった。 当時 J-POP 界を席巻していた沖縄ブームの影響で前回に続いて出場のアムロナミエ、スピード、マックスに加えてキロロ、ダパンプと敬語組の沖縄県出身歌手が選出された。前回初出場した河村隆一がボーカルを務めるルナシーが初出場。主な自体歌手は以下の通り。主な落選歌手は以下の通り。 今回の出場をもって、北島三郎は、最多出場記録を、森新一は、最多連続出場をそれぞれ打ち立てた。3年連続出場の香原智美、二2年連続出場の TM レボリューション、帰り咲き出場の橋幸男、山本ジョージ、工藤静香、中部ジュディマリー、初出場のルナシーは、翌年不出場となり、今回で出場が途切れた。このうち、 カハラは第53回、第54回、TM レボリューションは第56回、第64回、第65回、山本は第51回、第55回に復帰出場している。ジュディーマリーは2001年に解散したため、今回が最後の出場となっているが、ボーカルだったユキが第63回でソロとして出場している。 ルナシーも出場は今回限りだが、ボーカルの河村が第52回でソロとして出場した。久保は宮本を大変尊敬している。AB、赤組司会、短期養成講座、宮本隆二。一門のホームページ。2016年2月16日閲覧。中間宝石1998年12月10日号など、芸能日本1999年4月号。 ABC、朝日新聞1998年12月16日付有刊7ページ。リナ、紅白歌合戦で39度の高熱。この失敗が仕事の意識を変えた。マックス・リーナ、私なりのプロフェッショナル論。IT メディア、2016年2月16日閲覧。アムロ紅白登場今年は、鳥の前、ザックザック。 1998年12月18日。ABC アムロ紅白で、ナンバーワン視聴率64.9%、サンスポー、コム。1999年1月4日紅白歌手、別視聴率40%超えは嵐ら,ら3組だけに、前回は31組、スポーツ放置。2020年1月7日6時0分。日本放送協会放送文化研究所。 編集、NHK 年間99、日本放送出版協会、1999年、66ページ。紅白、W 杯を逆転できず、朝日新聞、ピアニッシモ、30、今回の高視聴率獲得から久保、中井の両組司会続投案もあったという。なお、中井は、第57回第60回で再び組司会を、務めた。星に願いを、 ミッキーマウスマーチ、ハイホー、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス、イッツは、スモールワールドのメドレーハット ABCDE、読売新聞1998年12月10日付、東京勇敢、7ページ。ABC 紅白、落選、自体組の裏舞台、ザックザック、1998年11月26日。宮古春美紅白自体で、 充電ザックザック。1998年10月23日。郷田道彦紅白歌合戦の真実。この年のセリーグ新人王。この年のパリーグ新人王。ありがとうございます。